スクールガールゾンビハンター。手分けをして爆弾を仕掛け、この施設を壊滅させる。爆弾を仕掛けるポイントは、さっきのゾンビがいた向こうがおそらくこの施設の中心部だ。そこに爆弾をセットする。 ZPF の人が言うには、この爆弾の威力はそれほど大きくないそうだ。なので4つ仕掛ける必要がある。みんな頼まれてくれるか？もちろんですよ。ではさっさと仕掛けて終わらせてしまいましょう。そうもいかないみたいですよ。うわー、すごい数いるじゃん。あら、ではまずあいつらを片付けてしまいましょうか。いや、ここは私がおとりになる。エナミ、また一人でそういう。違うよ姫路、これはみんなを信じてるからだよ。わかりました、行ってきます。仕方がありませんわね。今回の舞台の主役は譲って差し上げますわ。よし、じゃあ。あ、みんなどうしました？うん、無事に帰ったらみんなで女子会を開こう。はい、いいですね、女子会。リサ、楽しそうだよね。え、女子会ね。どうした久保田、嫌いか女子会は？嫌いではないです。そうじゃなくて、女子会をやるのは構いませんが、上条さんがキャラに合わないことを突然言い出したので驚いてるだけですわ。え、そうか。あれ、みんな知らない？エナミーは意外と乙女だよ。そうだったんだ。重大な任務の前に意外な秘密を知って気持ちの整理がつかないのは私だけ？私も。私が女子会というのは似合わないのか？未知なるがゆえに恐ろしいですわね。さあ皆さん、爆弾を仕掛けに参りますわよ。よーい、アクション。エナミンドンマイ。なんだろう、釈然としない。来いゾンビども、今の私はなんだかすごく不愉快だ。生き残ることだけを考える。
リロード。はぁ、終わりだ。あと1分。リロード、終わりだ。くらえ。リロード。リロード、リロード、くらえ。あと30秒。リロード。よし、リロード。リロード。ミッションコンプリートだ。さすがにこれだけ相手にすると消耗するものだな。まだいるのか。気がない。エナミン、爆弾4つ仕掛け終えました。早く脱出しましょう。よし、じゃあゾンビの中を突っ切っていく。ハキャ、先頭に立ってくれ。了解、任せてください。その後ろ、クボタと姫路が援護。金崎、しんがりを頼む。しんがりこそ戦場の花、よろしくてよ。私は今あまり戦力になれそうにない。頼んだぞ。それじゃ思いっきりいくからね。ほら、どいたどいたどいた。ね、エナミさん、起爆なさって。よし、行くぞ。無事に爆発したみたいですね。喜ぶのは早いですわよ。施設が壊れてなければ意味がないからな。じゃあさ、 ZPF に聞いてみようよ。電磁波消えてるって。そうだな、一度拠点に戻ろう。クソが、なんてざまだ。あの女どもの仕業だな。許さねえぞ。武器か、ありがたい。
ルゾンビハンター。警察高校のみんな、いい知らせよ。妨害電磁波が消えましたよ。本当ですか？やったー！神様さんでしたね。よく成功させたわね。素晴らしいわ。いえ、みんなの協力があったおかげです。今救助のヘリを手配しています。もうちょっと辛抱してくださいね。やったね。もう少しでゾンゾンたちからおさらばだよ。はあ、なんだかそれも惜しい気がしますわね。まだ安心するのが早いですよ。通信してるわけですから。おそらくこれが最後の防衛戦になるだろうな。リサ、もうすぐ帰れるよ。頑張ろう。あのね、さゆり。何？私、頑張るから。さゆりに何かあったら、私が守るからね。うん、頼りにしてるよ、リサ。さゆり、ありがとう。私、頑張る。絶対に守らないと。皆さんは校庭で待っていてください。アンナさん、ありがとうございました。
そちらこそ、よく頑張ったわね。基地で会えるの楽しみにしていますよ。では、また後でね。これでもう、この拠点とお別れですね。そうだね。なんかちょっと寂しい気分。随分とお世話になったからな。だからっていつまでもいるわけにはいかないでしょ。そうだよ、帰れることを喜ばなくちゃ。ほら、校庭に出発。どうしたの？早く行こう。うん、じゃあ最後に挨拶だけ。拠点さん、ありがとうございました。レイ、私もレイ、うん、これでよしだね。さあ行こう。新しい武器かな。ガールゾンビハンター、そろそろ来るかな。だと思うけれど。どうしたのリサ、何か嫌な予感？やめてくださいまし。何ですの久保田さん。助かると分かったら、また前までの心配性が出てきましたの？言いたくないけど、マヤヤもちょっとそれは思ってる。姫路も、なのか？忘れてましたわね、あれを。てめえら、よくも地下の施設をぶち壊してくれたな。あそこはな、俺にとって大事な場所だったんだよ。そんなのマヤヤたちの知ったことじゃないよーだ。黙れ、絶対許さねえ。落とし前はきっちりつけさせてもらうぜ。てめえらの命でな。行け、お前ら。すごい気迫。ゾンビがこれほどの意志の力を持っているなんて。でも勝たなくちゃ。ああ、最後にまた面倒な。戦争で最も計算できないものは誠意である。これは侮れませんわよ。ここまで来たらやるしかないでしょ。雑魚ばっかりあった。バイバイ。まだまだ行くよ。行くよ。これでよし。まだまだ行くの。あと2分前だよ。まだまだ行くよ。正面バレスのズバ抜け。まだまだ拾った。
ーヤたちは絶対に負けないよ。当然、相手が多ければ多いほど私の輝きは増していくのですわ。ザクを倒した程度でいい気になるんじゃねえぞ。てめえらの地獄はな、これからだぜ。お前ら出てこい。初めから私たちを出せばいい。ザコは役に立たないのだからな。どうせ負けるのよ。どうせ負けるんだから。負けるぐらいならやってやればいいのよ。あひゃ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 。花火の材料いっぱい。お腹に火薬詰めて、火つけて、とっか。あなたたち、ちゃんと私の言うこと聞きなさいよ。やっと私らの出番かよ。コピーたち、やっぱり出てきたか。たとえ何が来ても私たちは負けません。イエーイ、新しい武器だ。ゾンビハンター。あひゃひひひゃ。レン様、こいつら殺しちゃっていいんだよね。ああ、さらなる実験に利用しようと思っていたが、もういい。施設も使い物にならねえ。殺せ。ただし、苦しみを与えて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 、それからぶっ殺せ。ちょっとあんた、他人にばっかり戦わせるなんて卑怯だよ。何を言ってやがる。手下を使ってるのはてめえも同じだろうが。手下？私たちが？とんでもない間違いですわ。私たちは仲間ですわよ。金崎がそれを言うか。本当に。ちょっとちょっと、なんでそんな反応になるんですの。そうだよ、マヤヤたちは金崎レイの愉快な仲間たちだよ。マヤヤさんまで。だからそういうんじゃないんですの。大丈夫だよレイちゃん、本当の仲間だから本音も冗談も言えるんだよ。さゆりさん、あなただけは信じてましたわ。ふん、ごちゃごちゃうるせえな。てめえら、さっさとこいつらを片付けろ。言われずとも、私がこいつらの肉を切って切って切り刻んでみせよう。そして私たちこそが貴様らに代わって
本物になるのだ。そんなこと、この私がさせるもんか。アキハの刀はみんなを守るためにあるんだ。私を倒すからね、倒すからね、倒して強くなるんだからね。強くなりたい気持ち、痛いほどわかるよ。でも負けてあげるわけにはいかないの。今のマヤヤ、やっぱりつまんないよ。だからマヤヤの脳みそ作り変えてあげるヒュー。昔のマヤヤにはそう見えるのかな。でも今はすっごく楽しいの。だから負けられない。ったく、役立たずばっかり嫌になるわ。私一人でお前らみんなやってやるの。自信を持つことと他人を見下すことは違う。それをわからないお前に私は倒せない。さあ決着をつけようぜ。私、ええ、そろそろあなたの顔は見飽きましたわ。その顔は美しい私だけで十分。さあ行け、コピーども。こいつらに勝てばお前たちの願いを叶えてやる。必ず殺せ、必ずだ。もだえ死なせろ。全ての戦人は逆境という名の学校を卒業しなければならない。私たちは負けませんわ。覚悟なさい。さあ戦いますわよ。やっけじゃあ、何度やっても私たちには勝てませんわよ。
だからこの気持ちが分かるようになるまでいつどこででも挑戦を受けてみせる。いつでもだと。うん、約束する。約束、私と。そう、もう一人の私と。もう一人の私。くだらねえ、所詮は実験体だったか。武器のようですわね。これはあんたがやったの？ああ、そうさ。なんで、なんであの子たちを。役立たずに用はねえんだよ。自分の部下ではありませんの？それをこんな風に。ひどすぎるよ、この悪魔。うるせえ、俺の実験を、大事な場所を奪ったお前らに何もほざく権利はねえ。来た、 ZPF のヘリよ。そうか、あれがお前らの希望か。ならばお前らの目の前にあのヘリを落としてやろう。俺の絶望をお前らにも味わわせて、その上で一人ずつじっくりと時間をかけて皮膚を剥いで肉を裂いて臓物を刻みながら殴り殺しにしてやる。ふっ、いいご趣味ですこと。でもお断りですわ。私たちは生き残る、そのために戦ってきたんだ。マヤヤたちのチームワークなめんなよ。まだ嫌な感じは止まらないけど、私はもう逃げない。生きるためにみんなと一緒に戦うんだ。私たちは生き残る。早く片付けよ。やめさねえぞ。これでよし。やめさねえぞ。来た。やめさねえぞ。当たって。これでよし。やめさねえぞ。やめさねえぞ。これでよし。やめさねえぞ。やめさねえぞ。許さねえぞ、許さねえぞ、これでよし。てめえら、許さねえ、許さねえぞ、許さねえ、許さねえぞ、これでよし。許さねえぞ、これでよし。
やったを乗せて切り裂く高校から飛び立った。そして間もなく ZPF の基地に着陸した。私たちは無事に生還を果たしたのだ。 ZPF の基地に降りた私は家族に電話をかけた。嬉しいことに家族みんな無事だった。それどころかおじいちゃんは自慢の刀を振るって町の人たちを助けて回っていたらしい。今回のことで私も強くなったと思うけど、おじいちゃんにはまだまだ及びそうにない。私も修行してもっと強くならなきゃ。そしていつか必ず本当のヒーローになってみせるんだから。今回の戦いで私は変わった。自分の意志で変わることができた。前はさゆりを頼らないと何もできなかったけれど、今はさゆりと一緒に何かをしたいって思う。ほんの少しの成長かもしれないけど、でも私には大きな違い。街が落ち着いたら
お墓参りに行こうと思う。家族に今の私を見てもらいたいから。さゆりはもちろん、まややも、上条先輩も、金崎さんも一緒に来てくれるといいな。ZPF の基地のパソコンでアップされてる今回の騒動の動画を漁ったけど、どの映像もマヤヤが実際に見たものよりしょぼかった。スマホが壊れてなければな。今頃話題沸騰で億万長者なんてね。でもいいんだ、お金で買えないものがいっぱい手に入ったから。経験も友情もプライスレスだよね、多分。ZPF でアンナさんに会うことができた。私の無謀さを苦笑いしながら褒めてくれた。今考えれば本当に無謀な作戦だったと思う。それが成功したのは仲間のおかげだ。全部を自分一人で背負う必要はない。人を信じて一緒に行動することも大事。今回の戦いでそれを学んだ。教えてくれた仲間たちには感謝している。今度行われる予定の女子会が楽しみだ。女子らしい話は多分何もできないが。私の輝ける人生の中でもなかなか刺激的な2日間でしたわ。ゾンビとの戦い、学校の探索、不愉快な敵、味方とのいざこざ、そして団結。これだけの要素が詰まっていれば映画の1本くらい余裕で撮れますわね。当然主役は私。この世界に咲く美しく戦う金色のバラ、皆さんには特別に半額で最前列のチケットをご用意いたしますわ。この世には学問では計り知れぬことが山とある。大量発生していたゾンビは ZPF によって徐々に退治されている。街も次第に元に戻っていくだろう。大変な出来事ではあったけれど、それでも私たちは明日に向かって生きていく。そしてみんなが安心して暮らせる世界を仲間たちと一緒に作っていきたいと思う。We'll claim the victory. Yeah, yeah, yeah. Stop the
しい武器発見。